浅口市の岡山山陽高校で創立100周年を祝う記念式典が開かれました。体育館で行われた式典には在校生をはじめ教職員や来賓など1000人以上が参加しました。原田和成校長は10年後の110周年の時には皆さんが社会の役に立ち後輩を応援できるよう努力してほしいと生徒たちを激励しました。岡山山陽高校は1924年に岡山県恩賜高等女学校として設立され、これまでの卒業生はおよそ2万人です。現在の校名になったのは2002年で、普通科のほかに自動車科や調理科などの専門コースも設けられています。創立100周年記念事業としてすでに新本館が新築されているほか、来月には天文台が設置されることになっています。